富士クロームは、富士フィルムのカラーリバーサルフィルムのブランドである。同ブランドのもと、ベルビア、プロビア等の銘柄がある。8mm フィルムの規格であるシングル8用フィルムも、富士クロームブランドである。1948年、富士フィルム初のカラーリバーサルフィルム、富士カラーリバーサルフィルムを発売、1969年には、 内型反転方式のシートフィルムを発売という前史を受けて1972年12月120フィルムでの富士クロームプロフェッショナル120タイプ D と富士クロームプロフェッショナル120タイプ T を発売して富士クロームラインがスタートする映画用フィルムにおいても 翌1973年3月、内型反転方式の富士クローム RT200 を発売している。1975年3月には、富士クローム R25、1976年4月には、それぞれのサウンド用フィルム、同年12月には、それぞれのアフレコ用フィルムを発売し、シングル8用フィルムのラインナップが6種類に増えた。 1978年10月、富士クローム100プロフェッショナルタイプ D、翌1979年3月、富士クローム64プロフェッショナルタイプ T を発売している。1980年4月、富士クローム400プロフェッショナルタイプ D を発売した。1983年3月には、ニューフジクロームと称したラインナップを発表している。 富士クローム50プロフェッショナル D、富士クローム100プロフェッショナル D、富士クローム64プロフェッショナル T、富士クロームデュプリケーティングフィルムの4種である。1990年3月、ベルビア、1994年2月、プロビアを発表した。映画用フィルムは、1999年3月1日に、ラインナップを刷新、従来の6種類を全廃し、 富士クローム R25N と富士クローム RT200N の2種類に絞った。2000年7月、プロビア100回プロフェッショナル、プロビア400回プロフェッショナルを発売、同年10月には、トレビ400、翌2001年7月には、トレビ 100C を発売した。2003年7月には、ベルビアシリーズに100回と100、新シリーズ、アスティアに100回、 さらに、センシア3 0 0を発売して、ラインナップを刷新した。2004年7月には、フォルティアを発売している。2011年9月5日、富士クロームセンシア3 0 0の135フィルム、タングステン光源用フィルム富士クローム T64 の135フィルムが、同年12月に販売終了。富士クロームアスティア100回の120フィルム、220フィルム、 シートフィルムが2012年3月に販売終了することをアナウンスした。富士クローム T64 は2005年に発売された富士フィルムのカラーリバーサルフィルム、写真フィルムである。同製品は1979年3月に発売された富士クローム64プロフェッショナルタイプ T、1983年3月に ニューフジクロームと銘打たれたラインナップの一つとして発売されたフジクローム64プロフェッショナル T の後継製品である。流常性は RMS-7 であり ISO64 の感度レベルのリバーサルフィルムとしては世界最高レベルの質感描写が可能であるとされる。アスティア100回、ベルビア100回で初めて実現した多重色補正層技術と 新世代カプラーを採用しており、色彩忠実性が高い。インテリア写真や、建築写真、商品写真、イラスト、絵画の副写撮影に最適とされる。デイライト下では、富士色温度変換フィルターエルベマイナス12あるいは、同エルベマイナス2、ラッテンフィルターナンバー85バイトを必要とする。ロールフィルムでは、135フィルムでは、 厚さ 0.127mm、120フィルムでは厚さ 0.098mm のセルローストリアセテートを指示体とし、45インバンと80インバントのシートフィルムでは厚さ 0.175mm のポリエステルを指示体とする。現像処理はフジクロームフィルムプロセス CR-56 を同社は指定しており、これはコダックのカラーリバーサルフィルム。 エクタクローム現像処方である E-6 現像と互換性があり、同社は後者の処方でも現像可能であると明言している。小型映画用フィルムを製造販売するサードパーティーであるドイツのビットナーシネテックは本製品を原版にスーパー8およびダブル8用フィルムビットナークローム F64T を 日本のレトロエンタープライズとドイツの GK フィルムの2社が共同開発したスーパー8及びシングル8用フィルムシネビア T64 プロフェッショナルを製造販売している。2011年9月5日同年12月の製造終了がアナウンスされ富士フ,フィルムが製造するタングステン光原用フィルムのすべてが生産終了になった。富士クローム R25N は 1999年に発売された富士フィルムのカラーリバーサルフィルム映画用フィルムであるデイライトタイプ ISO25 同製品は1965年4月に発売された外形リバーサルフィルム富士カラー R25 を原点に1975年3月に 発売された内型リバーサルフィルムフジクローム R25 よび1976年4月発売のフジクローム R25 サウンドあるいは同年12月発売のフジクローム R25 アフレコの後継製品としてその3製品の全廃とともに1999年3月1日に発売された2012年3月販売終了し 同社のシングル8用フィルムはすべてが全敗となる。1999年3月1日に本製品と同時発売されたタングステンタイプ ISO200 の内型リバーサルフィルム富士クローム RT200N はすでに2010年5月に販売終了している。2018年12月現在の現行製品の一覧である。それ以前の製品については リバーサルフィルムフジクロームを参照。フォルティア、トレビ、センシア、アスティアは、すでに生産終了している。ベルビア100回は、HP 上の記載はあるが、すでに出荷終了している。ありがとうございます。